打率が高い選手は確実性の高い打者、安定感の高い打者、規定打席に到達して打率3割以上が一流の選手と言われています。今回はそんな規定打席以上のプロ野球選手の打率を9月18日までのデータをもとにランキング形式で紹介していきます。それでは早速ランキングを見ていきましょう。プロ野球選手打率ランキング第10位は大島洋平選手です。大島選手の打率は3割0分5厘で439打数134安打1本塁打を記録しています。大島選手は2009年のドラフト会議で中日ドラゴンズから5位指名を受け入団を果たすと、2014年には球団タイ記録となる186安打チームトップの28盗塁を記録する活躍を果たしています。その後は不調なシーズンもありましたが、今シーズンは1番中堅手として開幕を迎え、シーズン前半から好調を維持し続けて1番に固定されると安定した活躍を果たしています。大島選手は10年連続2桁盗塁も記録しているね。7月16日に行われたオールスターゲームには4年ぶり5回目の選出を果たしたね。プロ野球選手打率ランキング第9位は坂倉翔吾選手です。坂倉選手の打率は3割0分8厘で302打数93安打10本塁打を記録しています。坂倉選手は小学校1年生の時に野球を始めました。その後は広島東洋カープに入団を果たし、2020年のシーズンは81試合に出場し、打率2割8分7厘と手応えをつかむ1年となりました。2021年は一塁の守備練習に取り組み、捕手としても出場する傍ら、相澤選手など他の捕手が先発出場する試合にも一塁手として起用されています。シーズン中は主に5番打者として出場し、活躍を果たしているね。年齢は若いけど高い打撃センスが高く評価されているね。捕手としてはキャッチングのうまさ、投手の良さを引き出す配球、観察眼に定評があるな。プロ野球選手打率ランキング第8位は杉本裕太郎選手です。杉本選手の打率は3割1分で374打数116安打27本塁打を記録しています。杉本選手は小学校から野球を始めると、阿南市立阿南中学校では軟式野球部に所属しています。2015年の NPB ドラフト会議でオリックスバファローズから10巡目で指名され、現在に至ります。2020年のシーズンは自己最多の41試合に出場し、首脳陣にアピールを果たすと、今シーズンはネット上で覚醒と言われるほどの記録を残しています。杉本選手はラオウの愛称で呼ばれているね。ネット上ではラオウの覚醒と言われているね。今シーズンはタイトル獲得にも期待が寄せられているぞ。プロ野球選手打率ランキング第6位は同率で、1人目は岡島武郎選手です。岡島選手の打率は3割1分1厘で347打数108安打8本塁打を記録しています。岡島選手は小学生の時に野球を始め、現在は東北楽天ゴールデンイーグルスに所属しています。今シーズンは8番左翼手として先発出場した同月21日の対ソフトバンク戦で1軍公式戦3年ぶりの本塁打を和田剛選手から打ちました。その後はコロナウイルス蔓延による影響で助っ人外国人のチームへの合流が遅れたことと、不正右翼手候補だった小郷裕也選手が結果を残せなかったことから出場機会を増やし好調を維持し、5月には打撃好調で月間打率3割9分8厘を記録しています。岡島選手は広角に打ち分ける強打を備え、50メートル走 6.1 秒、一塁到達 4.02 秒と足も速いことで知られているね。守備では遠投110メートルの俊足強肩の外野手として知られているな。プロ野球選手打率ランキング第6位2人目は近本浩二選手です。近本選手の打率は3割1分1厘で456打数142安打9本塁打を記録しています。近本選手は阪神タイガースに所属し、2020年には2回目のオールスターゲームに出場しています。2021年開幕から不調を極め、
一時は打率0割4分5厘まで低下していましたが、徐々に調子を上げ、シーズン折り返し前には打率3割近くまで取り戻し、阪神タイガースのリードオフマンとして活躍を果たしています。近本選手は2020年のオールスターゲームでは7打席連続安打を記録したね。身長171センチと小柄だけど、体のバネを利用した力強いスイングを持ち味としているね。逆方向に力強い打撃を打てることも高く評価されているの。プロ野球選手打率ランキング第4位も同率で、1人目は鈴木誠也選手です。鈴木選手の打率は3割1分2厘で340打数106安打28本塁打を記録しています。鈴木選手は小学2年生の時に荒川リトルで野球を始めました。中学校時代には荒川シニアに所属し、二松学舎大学附属高校へ進学してからは投手として1年次の秋からエースとして活躍を果たします。現在は広島東洋カープに所属しており、プロ入りと同時に投手ではなく外野手として登録されています。今シーズンの鈴木選手は安定した記録を残しており、タイトル争いも行っています。鈴木選手は長距離打者だけど、ミート能力も非常に高く、2016年から4年連続打率3割をマークしているね。2019年には打率3割3分5厘で首位打者を獲得したね。鈴木選手は打撃だけでなく外野の強肩にも定評があり、ゴールデングラブを3度受賞しているぞ。プロ野球選手打率ランキング第4位2人目は桑原正之選手です。桑原選手の打率は3割1分2厘で404打数126安打10本塁打を記録しています。桑原選手は横浜 DeNA ベイスターズに所属しています。昨シーズンはなんとか開幕1軍となりましたが、極度の打撃不振から9月上旬に2軍へ降格する悔しいシーズンとなりました。しかし今シーズンは好調を維持しており、昨年の桑原選手とは比べ物にならない活躍を果たしています。桑原選手はパンチ力を秘めた打撃が高く評価されているね。その他にも50メートル5秒8の走力の高さなど身体能力が高いことが評価されているね。プロ野球選手打率ランキング第3位は森友哉選手です。森選手の打率は3割2分1厘で355打数114安打9本塁打を記録しています。昨シーズンの森選手は2019年と一転して打撃面で大きく数字を落としてしまいました。守備面でも失策7を記録し、出場試合数は104、うち捕手としての出場は98試合にとどまり、岡田雅俊選手や新人の柘植世那選手に先発を譲る試合もありました。しかし2021年のシーズンは前年の不振から脱却し、開幕から正捕手として攻守でチームを牽引しています。5月には松本航選手とともに月間最優秀バッテリー賞を受賞しています。森選手は大阪桐蔭史上最高の左打者と言われ、バッティングの天才と言われるほどのミート力を持ち、なおかつパンチ力を持っているね。遠投100メートル以上を投げることができて、二塁への送球タイムは最速 1.86 秒を記録したこともあるよ。プロ野球選手打率ランキング第2位はオースティン選手です。オースティン選手の打率は3割2分3厘で319打数102安打26本塁打を記録しています。オースティン選手は2010年ドラフト13巡目でニューヨークヤンキースから指名されプロ入りを果たします。その後はツインズ、ジャイアンツ、ブルワーズとチームを渡り歩き、2019年に1年契約で横浜 DeNA ベイスターズに加入します。今シーズンのオースティン選手は開幕から好調を維持し、東京オリンピックではアメリカ代表に選出されると全6試合に出場し、打率4割1分7厘、2本塁打、7打点の記録を残し、アメリカ代表の銀メダル獲得に貢献しています。オリンピック終了後も好調を維持しており、チームの主砲として活躍しているね。プロ野球選手打率ランキング第1位は吉田正尚選手です。吉田選手の打率は3割3分8厘、127安打、20本塁打を記録しています。吉田選手は
身長173センチと野球選手としては小柄ですが、オリックス OB の門田博光選手を彷彿させる左の長距離打者として活躍しています。吉田選手の特徴は手動計測ながら学生時代に 50m 走で6秒2を記録したほどの俊足と遠投で 100m を記録したほどの強肩や高い打撃スキルです。2020年には打率3割5分で首位打者のタイトルを初めて獲得し、迎えた2021年のシーズンはチームの主砲としてオリックスの躍進を支えています。吉田選手はメジャーリーグで活躍しているブライス・ハーパー選手を憧れの対象で目標の選手に挙げているね。吉田選手は選球眼がとてもいい打者として知られているね。いかがだったでしょうか。今回紹介した選手は試合数や打席数が異なるので、ランキングは参考程度に留めてください。紹介した選手の中からその選手がタイトルを獲得するのかも注目していきたいですね。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。